シタマルアフタートーク。さあということで今回はマンスリーリポーターにチタ娘から2人登場していただきましたけど、1人は前も出てくださったマリコと、もう1人ちーちゃんっていうね新キャラクターいましたけども、マリコちーちゃん、あれどこにいんの？はい、今宇都宮の海岸沿いですかね。海をバックに。いいね、オーシャンビューだ。やっぱアイドル似合うね。古いんだよ、照れ方とか。てか、マリコはいいんだよ、マリコは。そうだな。まあまあ、マリコもね。マリコに言ったんじゃなくて、ちーちゃんに言ったのかな。ちーちゃんはとりあえず今日、テレビは何回目なの？初めてです。あ、初めてだったんだ、やっぱ。初めてだ。はい。どうだった？最初の中継、1回目。緊張しました。すごい伝わりました、それは。でもその前には黙々と食べてたよ ね、 そうそう、味は分かった。中継の最中でも美味しいな、伝わりました、ね、最初ちょっと水まんじゅうがうまく取り分けられなくてね、結構いろいろあったりもしましたけど。マリコから見てちーちゃんはどんな子なの？ちーちゃんはどんな子？でも本当に可愛くていい子なんですよ。ざっくりしてるな。初めて会ったのが一次オーディションの時なんですけど、なんかその時にこうオーディション中に、私スミヤさん TikTok で見てるんですけど、いやなんか TikTok ですごいふざけてるのに今すごく真剣に見てらっしゃって、本当にキュンとしちゃって、うわーって言って私のこと転がそうとしてきて、この子転がすのがうまい子なのかなって。スマホで見てる、下娘の人がこう目の前にいたので、もう本当に見てるんですって言って。あ、じゃあもともとその下娘とかそのアイドルとかが好きだったんだ。いや、オーディションを受けるってなってから見始めました。正直だった。そうなんだ。そうなんだ。そこはそうですのでいいと思うけど。それまでは興味もなかったんだ、別に。いいね、ちーちゃん。そうですね。そうなんだと思ってた。ちーちゃんは、正直でいいよ。ちーちゃんはオーディション受かる前は、何をしてたんですか？学生さんですか？受かる前は、学生です。あ、そうだった。今もですか？今も学生です。あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。なんでチタ娘受けようと思ったの？岐阜だもんね、出身は。あ、岐阜ですね。愛知県の大学に行っていまして。なるほど。その大学にこうポスターが貼ってあって、で、声優をもともと目指していたので、少しでも経験になったり、自分のこれからのこう声優への道にこう近づけるかなと思って受けました。なるほど。しっかりしてそうだね。初めの一歩を踏み出したわけですね、じゃあオーディションに受かって。で、今回ね、東浦のキャラクターにね、任命されたみたいですけど、はい、なんかお父さんが、なんか東浦に本社がある会社に勤めてるんだよね。そうです、そうです。なんでマリコが自分で言わない。そうなんですよ。お父さんが、なので東浦は年に1回ぐらいのペースでこう行ってました。年一で。そうなんだね。じゃあ縁もゆかりもないってわけじゃないんだね。そうですね。これからじゃあもっと勉強して。なるほど。はい、勉強します。がっつり手組んでね、東浦とね。そういうことね。はい、じゃあこれからちーちゃんは知多半島のこういういろんなところに行って、いいところとかもね、気づいていっぱい話せるようになってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回は下娘からマリコとちーちゃんに登場していただきました。また機会がありましたらお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また見てね、アフタートークでした。いいですね。